歩でもいい未来みたいなものを あなたたち若い人たちに渡していき、いきたい。森林の素晴らしさ、そして未来に受け継いでいくのだという意思を私たちの演技で表現。制作発表会には演劇のストーリーを担当する作家の浅野敦子さんや俳優の前野智也さん、シンガーの岸本優さんのほか、就実高校演劇部の生徒らが参加しました。演劇は高校生が教師のアドバイスを受けながら森の大切さを学んでいくというストーリーです。美作市で暮らしている浅野さんは今回の仕事を通じて自然の見え方も変わってきたということです。朝犬の散歩するときにやっぱり、季節ごとあるいは時間ごとで山というのはあるいは自然というものは表情を変える時代小説を主に書くことが多いので、その時にものすごくやっぱり役に立っています。5月26日に岡山市で開かれる全国植樹祭の式典には天皇皇后両陛下も出席されます。